終わったのか。ええ、終わりました。わかった。私が何をしたのか気にならないのですか？私があなたに会いに来た時は少し驚いた表情を見せたのに。成婚計画に対するドリームキャッチのサポートはここまでだと注意したはずです。あなたは一度も心配したことがないんですか？その必要はない。ええ、その必要はないし、全ては徒労なのでしょう。しかし人類にとってその徒労にはそれぞれ特殊な意味がある。そうですよね。でなければさっきのあなたの行動は何のためにあるんです？それは一つの会話に過ぎない。下がってくれ。彼女たちが来る。別のことを先にはっきりさせよう。フカはここにはいない。フカ？彼女はこの世界にわずかに残った僕の戦友で尊敬できる相手だ。しかし成婚計画はそういうものを必要としない。だから僕のやり方でしばらく休んでもらっている。それってあなたが以前北アフリカでしたことをもう一度行ったってことよね。とにかく彼女が無事ならそれでいい。疑う必要はない。それより彼女がそうしたように君たちが戦いたいというのなら僕はその要求を断らない。ケビン、私はあの歴史の全てを知っているし、あなたがそうしなければならない理由も分かってる。だからこれは決闘じゃなくて会話よ。質問しても構わない。ではまずはボローニャから質問します。どんな代価を支払っても人類は必ず崩壊に打ち勝つ。その代価には人類自身も含まれているんですか？君は何かを間違えている。断りの律者、人類は消滅しない。たとえ今の人類が存在しなくなったとしても文明は伝承されていく。それは恐竜が鳥類に進化したことと何の違いもない。たとえそれが今の人類を絶滅させることになったとしても。どんな生き物も絶滅と停滞、どちらか一方しか選べない。人類も例外ではない。ライデン・レイン、君なら分かっているはずだ。この世には二者を両立させるプランなどない。もちろん知ってるわ。あなたたちは様々な代価を支払うことでようやくこの最悪の計画を得られたのよね。だけどケビン、この時代の私たちには何もかもが終わる前にもっといい答えを探す理由がある。キアナちゃん、ブローニャちゃん、院長や私自身のことじゃない。この世界で今を生きてる人たちのことよ。かつての火を追う側、多数決の組織だった。しかしその結末は君が見た通りだった。それはあんたが勝手に人類の運命を決める理由にはならないよ。だが終焉が人類の運命を決めるときは理由すら必要としないんだ。そこまで言うならケビン、最も疑問に思ってることが一つあるの。終焉って一体何なのかしら。ある日、それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。互いのことをよく理解し合っていない文明同士は敵対しやすいという説がある。しかし先入観を除いて考えると、偶然出会った人々の間にはもともとそういう矛盾が生まれやすい。その自滅する傾向が
知恵の原罪と言えるなら、孤独を恐れ同類を渇望する感情も宇宙というスケールで測れば普遍的なことだろう。だから星空の奥にこういう存在がいるかもしれないって想像してみて。彼らは私たちと同じように星に根を張り生きている。でも人類と違って彼らはより一歩進み、星と完全に一体化している。彼らの意志は大地の隅々に行き渡り、永遠に長く続いていく。互いの心には何の隔たりもない。仮にそういう文明が本当に存在するとしたら、彼らは何を願うと思う？少なくとも私から見れば、彼らはきっと、とても、とても、同類を抱きしめたいと思ってるでしょうね。それが僕たちの時代が得た最終的な結論だ。終焉は地球のものではない。それは運命を操る機関で、何度も何度も人類の文明を輪廻させるんだ。その製造者が同類を持つために。つまりそれが成婚計画が必ず成功する理由なの？ああ、成婚計画は終焉の弱点に切り込み、拒絶できない方法でそれを支配する。それならブローニャはますます理解できません。本当にそれが崩壊に打ち勝つことになると思っているんですか？いや、もちろん違う。代価を支払って崩壊に勝つことこそが人類の課題だ。無論僕も人類だ、疑う余地はない。だからこそ期待しているんだ。君たちが全てを超えることを。この気配、まさか進化。ああ、これが終焉の力だ。これに比べれば僕たちは地上の草木と大して変わらない。こんな哀楽も疲れも知らない。全ては万物を輪廻させることで文明を再構築するためだ。まるで誰もが向き合う死のように、文明の頭上の高い位置にとどまり、僕たちのことを嘲笑う価値すらないと思っている。かつて僕はもう一人の挑戦者にこう言った。宇宙ではどんな知恵も存在のあり方の制限を受ける。それは意志で克服できるような障害ではない。己全てを断ち切る。そして成婚計画を前にした君たちが、どうやら律者の決意もこの程度のもののようだ。まだ終わってない。炎は消えない。炎はもう一度燃え上がるのみ。人類の律者。
結局委員長と四季の律者が守ってくれました。疑似ブラックホールを使い時間を稼ぐ、それはベルトさんが月で使った戦術でしたが、ああ、確かに予想外の結果だけど、ただ時間を先延ばしにしてもあなたたちの追い求める道にはならないでしょうね。どうして人類はいつもこんな風に悲しく無駄な苦労をしようとするのでしょう。けど今の結果はそう悪くない。孫子には少し申し訳ないけど、知り合ったばかりの友人には自分たちだけの時間が必要だって、そう思わない？あなたは。遭遇したから少し時間がかかっただけよ。何よ、私の実力を疑ってるわけ？私は強いのよ。ゼール、ねえ、そんな風に泣きそうな顔をしないでよ。はいはい、私が悪かったわ。
声を出すべきじゃなかった。違うの。ただ、私って本当に役立たずだなって。バカなことを言わないで。怪我もなくここに立てているだけで、相当すごいのよ。でも、本当に危険な目に遭ってないわよね。心配しないで、ゼーレ。何もなかったよ。でも、つい思っちゃうの。私の力が強ければ、ゼーレを見失うことも、ブローニャお姉ちゃんたちが見つからないなんてこともなかったのにって。それに、もういいわ。あなたっては本当に。どうやら私がちゃんと説明しないと、あなたは全てを自分のせいにするみたいね。実はね、強くて恐ろしい存在が、私を連れ去ったのよ。すごく苦労して、やっと彼女から逃げられたの。ここに戻ってくるのも大変だったのよ。だからゼーレ、もっと私に優しく。よかった。無事に帰ってきてくれて。ええ、ただいま。ねえ、ゼーレ、強い敵に遭遇したって言ったよね。それって一体どういうこと？あと、私が避難所からここに来た時にみんなの気配が消えたんだけど、もしかしてゼーレが言ってた敵と関係があるのかな？そう。あいつ、私の同類だって言ってたわ。同類？誰？何者なの？ここは一体どこ？早く出てきなさい。出ないと、痛い目に遭うことになるわよ。やっぱり、あなたは彼女とそっくりね。彼女って何のこと？あなた、一体誰なの？最後にもう一度忠告するけど、早く出てきなさい。出ないと、一生後悔することになるわよ。はあ、本当にせっかちな子ね。ゼーレ、大丈夫？大丈夫よ。ここに戻ってくることもできたし、もう二度とヨルムンガンドの罠にはまったりしないわ。あいつ、私のことを勝手に天然のイデアだとか言ってきたのよ。それに、わけもわからないまま私たちを褒めてたわ。私に会いたかったでしょ？だからその願いを叶えてあげたの。珍しいわね。異なる魂と体を共有する人がいるなんて。あなたは知らないかもしれないけど、誰かに心を開くのってすごく難しいことなのよ。本当にあなたの敵になるつもりはないの。ただあなたと仲良くしたいだけ。とにかくあいつが小細工をしたせいで私は、もういいわ。だからね、ずっとあいつに行動を制限されてたけど、なんとか隙を見つけてそこから逃げてきたの。そうやってゼーレのところに戻ってきたのよ。まったく、本当にわけのわからないやつだったわ。今度また私の前に現れたら、絶対にひどい目に遭わせてやる。大丈夫。あなたが私のそばに戻ってきてくれたから、どんなことでも一緒に向き合える。あなたが戻ってきてくれたから。あ、ええ。待って、どうかしたの？ゼーレ。今、ゼーレの仲間たちが、そういうことだったのね。ゼーレ、急いで下に向かいましょう。これは…バカ！吸い込まれるつもり？プロ
姉ちゃん。これは厄介なことになったわね。クリシュナ、調子はどうですか？